ツッタでもう素敵な景色をすごい見たいなって思っていて、私前回のツアーでリキッドルームで見た景色を今でもすっごい覚えていて、もう本当に思い出すだけでニヤニヤしちゃうんですけど、でもキラキラしていてみんなが笑顔で、でもその景色をツッタではもっともっとみんながその時よりも笑顔でキラキラできる空間にしたいって思うし、6月18日の川崎クラブチッタはもう宇宙一幸せな場所にしたいなってすごい思います。初心の気持ちを忘れずにということで聴いてください。歌いたいの歌。